シシドカフカは日本の歌手、ドラマー、女優、モデル。身長175センチメートル。東京工芸大学芸術学部写真学科卒。エーベックストラックス所属。デビュー時の所属レーベルは、定築エンタテインメント J ポップレーベルである、インペリアルレコード。メキシコで生まれ、小学校時代まで日本で過ごす。5歳からピアノやバイオリンを習うが、 いずれも長くは続かなかった。12歳の時、父の仕事の関係でアルゼンチンに移住し、中学時代を過ごす。しかし、言葉が全く理解できず、学校では辛い思いを経験した。14歳の時に、両親からサイレントドラムをプレゼントされたことがきっかけでドラムを始める。両親がドラムのトレーナーとして呼んだのはバンドネオン奏者。 アストル・ピアソラの孫であり、自身も人気ジャズバンドのプロドラマーであるダニエル・ピピピアソラだった。週に1回、ピアソラがドラムを教えに来てくれるようになり、スティックの握り方をはじめ一から伝授された。アルゼンチン人らしく、最初に教えられたのは単語だったという。アルゼンチンからは2年で帰国。高校時代からバンド活動を始め、大学時代には、 最高8バンドを掛け持ちしていた時期もある。19歳の時にザニュースに3代目ドラマーとして加入し、プロドラマーとして活動を開始する。ザニュースでは4年間ドラマーとして活動した。その後、青木優子、バンタ、ダイヤモンドユカイなどのサポートドラマーを経験する。同時に、生まれ持った長身と抜群のルックスを活かして、モデル活動も開始する。20歳の時に、 大島健治、平手悟と出会い、一緒に音楽をやらないかと誘われる。きっかけは、二人の開いた、ロックボーカリストのオーディションに、友達の付き添いで来ていた本人が勢いで参加した、ことであった。二人のプロデュースの下、ドラマーではなく、ボーカリストとして、デビューを目指して、精力的にライブを行うようになった。しかし、なかなかデビューは決まらず、 飲食店でアルバイトをしながら、デビューを目指す生活を5年間ほど続けた。当初はドラムを叩かずにハンドマイクで歌っていた。2011年、ドラムを叩きながら歌ってみれば、というアドバイスを受け、実際に試したところしっくりきたため、これで私は大丈夫だ。いけると実感し、現在の歌いながらドラムを叩くスタイルとなった。このスタイルが評判を呼び、 業界の目に留まりデビューが決まった。ドラマーを目指したきっかけは、小学校4年生の時に姉と一緒に見ていた音楽番組で、ドラマーだけが一度も映らなかったことにある。派手なアクションをしてもあまり目立たず、見る人しか見ておらず、ライトも当たらず、テレビでは映りもしない影の存在なのに、音楽の基盤を作っているドラマーという存在に、惚れ込んだ。故に、自分の持っていた、 主役になりきれなくても本当は目立ちたいという願望を叶えてくれそうに思い、ドラマーになろうと決意した。ところが、実際にプロになると、それまでのように引っ込んでばかりいるわけにはいかなくなった。加入したザニュースのベースボーカルの竹山直子に、縁の下の力持ちもいいが、もっと前に出てアピールするようにと悟されたこともある。現在では、 ドラマーを死亡した当初に感じていたドラマーの美学というものへのこだわりは全くないと発言している。ドラムスタイルに一番影響を受けたのはレッドチェッペリンのジョン・ボーナムである。彼のファンだったザニュースのメンバーの勧めによる。当時は自身が好きかどうかには関係なく、ドラマーの考え方として面白いという観点からいろいろなことを吸収したという。また、 本人がパーソナリティを務めたラジオ番組、シシドカフカのオールナイト日本ゼロにおいて来日したスティーブ・ガッドのライブを見に行った際、その繊細かつパワフルでメロディアスなプレイに感銘を受けたと語っている。きちんと歌詞を聞くようになったきっかけは、コシジフブキの曲をカバーしたことである。歌詞をしっかり読んでみたところ、歌謡曲も面白いと感じ、歌謡曲について追求するようになった。 山口桃江の大ファンであると公言している。小四字吹雪がきっかけで歌謡曲を追求するうちに山口桃江に熱中するようになったという。絶体絶命やロックンロールウィドウのカバーを残している。また、新・堂本兄弟では秋桜をセッションした。これについて山口桃江が好きで知った秋桜の作者である佐田正史とセッションできたのが、 私服の時間だったと口述している。ザ・ピーナッツの恋のバカンスを2015年から出演したテレビ番組やライブで披露している。タマドラムズよりシグネチャースティックシシドカフカモデルが発売されている。フォークの達人、斉藤哲夫ザニュースのドラマージにバックバンドとして出演2007年10月6日。ありがとうございます。